ジョン・リドリー・ストループ J ・リドリー・ストループとしてよく知られているアメリカの心理学者である。心理認知及び干渉などの研究のいくつかによって考慮され続ける集中力のゴールドスタンダードであり、21世紀への関連性について引用され続けるのに十分なほど深い。しかし、彼の人生の情熱はキリスト教であり、彼にとって心理学は単なる職業であった。 ジョン・リドリー・ストループは、テネシー州、ラザフォード郡のマーフリーズボロ郊外にある、ホールズヒルの田舎のコミュニティで生まれました。乳児としての健康状態が悪いため、彼の家族は、彼が長生きするつもりはないと考え、最も重い農作業の一部を免れた。彼は、キトレルにある地元の郡の学校で才能があり、ナッシュビルのデビット・リップスコム高校に通った彼のクラスの最小を終え、 1919年に卒業しました。ストループは、その後、テネシー州ナッシュビルにある2年間の短期大学である、デビット・リップスコム・カレッジで勉強を始めました。この大学では、大学の博士課程の後に教員として戻ってきました。2年後の1921年、彼はクラスで最初に卒業し、リップスコムから卒業証書を取得しました。 1921年12月23日、ストループは3人の息子がいたゼルマダンと結婚した。ゼルマは、デビッド・リップスコムの妻であるマーガレット・ゼルナーの名でした。ストループは、ナッシュビルのジョージ・ピー・ボディ大学で、残りの学術研究を行いながら、リップスコムでコースを教えていました。彼は1924年に、理学志望を1925年に、 理学修士号を取得しています。ストループエフェクトを説明するストループの元の記事の図。この図は異なる色のインクで書かれた正方形の色を言うよりも正方形の色に名前を付けるのにかかる時間が少ないことを示しています。P ボディでの彼の博士課程の研究は教育心理学のマイナーと実験心理学に焦点を当てていました。 ジェサップ心理研究所での彼の研究と彼の論文は、ジョセフ・ピーターソンの指揮下にありました。ストループの研究は、オブジェクトの命名とオブジェクト名の読み取りを含む、精神プロセスを測定するために、ミルヘルム文との指導のもと、キャテルによる1880年代初頭の研究に基づいて行われました。ストループの研究の優雅さは、実験の厳密さと説明の明快さを適用する、 ことでした。その結果、彼の名前でテストされたプロセスが特定されました。彼は、オブジェクトの名前の読み取りとオブジェクトの名前付けの間の干渉を示すカラーワードタスクを開発し、後でストループエフェクトと呼ばれるその心理的特性の一部を説明しました。博士号を取得するためのカラーワードタスクに関する論文を作成した直後、彼は、 実験心理学を離れました。彼はカラーワードタスクに関連する他の2つの論文のみを作成しました。博士号を取得した後、彼はテネシー州教育委員会とテネシー工科大学で短時間働きました。彼はすぐにデビットリップスコムカレッジに戻り、そこで11年間レジストラを務め、その後1948年から1964年まで、 心理学部の議長を務めた。彼は1967年に引退するまで心理学と聖書研究を教え続けました。彼はウェストバージニア州パーカーズバーグのオハイオバレー大学の学部長を1年間務めた後、1973年9月1日に死去するまでリップスコムに聖書研究の名誉教授として戻った。彼が執筆、編集した作品は 心理学と宗教の分野のものでした。マーケティング心理学、ありがとうございます。